皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、街中でお出かけしている、こちらの偽装の家族のフィギュアです。スパイファミリー、アーニャ・アンドロイド、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。超能力を持つ少女のアーネとコードネームたそがれのスパイであるロイドが、7分の1スケールのフィギュアとなりました。こんなのもあるんだ。こんにちは、デュアリーです。あの、スパイファミリーに、アーネ・フォージャーとロイド・フォージャーというキャラがいるんですけど、アーネはフォージャー家の長女で、人の心を読む超能力を持っています。ある組織の実験体として生み出され、勉強ばかりの生活に嫌気がさしてその組織の施設から逃亡しました。任務で孤児院を訪れたロイドの養子となり、ヨルさんを含め秘密を抱えた家族になります。他人の思考を見聞きできるテレパシー能力を持っていて、動物相手に対しても有効です。周囲の子供より実年齢が低いため、勉強が苦手で言葉遣いもたどたどしくもあります。一方でロイドは、当国で諜報を行うにし極組織ワイズの敏腕スパイであり、コードネームは黄昏です。元戦災孤児であり、年齢を偽って軍役していたところをワイズにスカウトされ、子供たちが泣かない世界を作るためにスパイになりました。変装が得意で100の顔を使い分けると言われ、精神科医の偽装身分を用いています。並外れた戦闘力、記憶力、情報処理能力を持ち、任務ごとに様々な顔や名前を使い分けています。普段は冷徹ではあるものの本来は人間味あふれる性格で、ヨルさんとアーニャの日常生活にも気を配っています。そんなアーニャとロイドが、今度7分の1スケールのフィギュアとなって発売するみたいなんですよ。アーニャとロイドの、微笑ましいお出かけを見守れちゃいます。ニッコニッコニー！買い物にお出かけした私服姿のアーニャとロイドが、オリジナルポーズで立体化されていますよ。それぞれの服の質感は、造形から布の厚みが意識されています。紙袋に入ったパンやワインボトルなども、実物であるかのようなリアルな質感表現がされています。すごいです！髪やコートなどの、ふんわりとしたなびき具合も表現されています。街中で吹く風の流れや躍動感が、伝わってくるのではないでしょうか。お出かけを楽しんでいるアーニャの躍動感あふれるポージングから、思わず心が弾むようなワクワクが感じられそうです。気分爽快です！台座部分は欧州をイメージしたような、石畳なデザインとなっています。広告のオスタニアでの街並みの風景が、浮かんできそうですね。雰囲気が演出されていることから、スパイファミリーの世界観がより味わえるかもしれません。ファンサービスだ！紙袋に詰め込まれたアイテムもしっかりと作り込まれ、アーネが明るい表情を浮かべていることから、今夜はご馳走だと想像させてくれます。アーネとロイドが暖かいコート姿なので、街中ではちょっぴり冷たい風が吹いているのを感じられそうです。明るい表情のアーネの可愛さに、あなたも心が癒されてメロメロになってしまうこと間違いなし。しんどい！星が頻繁に供給くれるのとあたいしんどい！無邪気に駆け出すアーネと穏やかな顔で歩くロイドの先には、ヨルさんがいることを想像させてくれますね。アタロイドの帽子は取り外しが可能となっており、ちょっとした雰囲気の違いも楽しめると思います。アーニャとロイドとの街中でのお出かけをお楽しみください。さあ、満足させてくれよ！こちらのフィギュアは2025年5月に発売です。そしてお値段は2万5000円です。このフィギュアをお迎えしたら、アーニャとロイドのお出かけの様子を SNS などで広めてあげてください。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。